義両親はもういなかったんですが、隣に住んでた小姑。一応、嫁なんで、わがままにもヒステリーにも、虚言症にも耐えてましたが、ある日、主人の留守にやってきて、2時間余り、私がいかにダメな嫁か、みんながどれだけ嫌ってるかと、反響欄で責め立てられました。言い返そうもんなら、ほら、やっぱりあんたは、だし、黙ってれば、反抗してるだのくらいだの。私もさすがに限界に、帰ってきた主人に、私がそんなにダメなら離婚して、出て行くから。一月後、小姑には内緒で、いきなり業者に頼んで引っ越してやった。もちろん、連絡先は教えず、携帯も変えた。家は賃貸で他人に貸した。主人が、自分のへそくりから10万出して、弁護士を頼んでくれた。今後、うちとの連絡は、その弁護士を通さないとできないって通知を出してくれた。ああ、さっぱりした。小姑がいないだけで、こんなにほのぼの暮らせたとは。もっと早く切れてればよかった。私は結婚後も働いてたけど、小姑は専業主婦で暇。隣ってのがまずかった。暇なもんで、うちのことを詮索する。気になってしょうがない。毎日毎日。買い物して帰ってくると出てきて、何買ってきたかチェックされてた。自分家よりいいもの食ってないか?だった。いちごを買った時は、あら、いちご、まだ高いでしょ?うちは、今年まだ食べてないわ。ほんと疲れた。下町に生まれ育ってるのに気分はセレブ。チヤホヤされたいタイプ。当然、周りの奥さんたちからは惹かれてた。私が、小姑より、近所の人たちと仲良くなったりするのが、とっても気に食わなかったらしい。だからって、小姑みたいに、気取って、下町の商店街を歩けないし。小姑、由美かおる、プラス、瀬川栄子、割るに、イコール、金髪、安スナックママ風。ヒステリースイッチがどこなのか、全くわからない人でした。自分と主人が壊れる前に、逃げ出せてよかった。大きい会社なんで、社員の個人情報は教えないので、とりあえず大丈夫かと。頭悪い人なので、そこまで考えつかないだろうけど。とりあえず、月曜に会社で念押ししときます。小姑は、自分のスタイルに自信がある中年女性のため、体にぴったりとしたパンツルックが定番。ボディラインを強調。ジャケット類は、丈の短いやつで。色は蛍光色がお好みだった。ビーズとか刺繍のバッグも。金髪は白髪隠し。化粧は舞台女優並みに濃い。ケチなので全て安物。ゆえに、単なる派手なおばさん。その二人をテレビで見ると、小姑を連想してしまう。逃げて初めて、普通に幸せな生活ってこうなんだって思いましたわ。